アーサー・アイラ・ガー・ファンクルは、アメリカ合衆国出身のシンガーソングライター、俳優。ポール・サイモンとのデュオ、サイモンガー・ファンクルの活動で知られる。ソロアーティストとしても成功を収め、天使の歌声と評された。ローリング・ストーン氏選出、歴史上最も偉大な100人のシンガー第86位。祖父の第2、アメリカに移住した、 ルーマニア系ユダヤ人でニューヨークのクイーンズ区出身。小学校6年生の時にポール・サイモンと出会い、トムジェリーという名で音楽活動を始めた。1960年代前半、アーティガーの名前で数枚のシングルを発表後、一旦音楽活動を休止し、コロンビア大学で美術史を専攻し学士号を取得。その後、 コロンビア大学大学院で数学の修士号を取得している。1963年頃、ボールと再会した後、1964年に、サイモンガー・ファンクルとして、活動を再開、1970年まで活躍したが、活動停止。その後、ソロ歌手として、数々のアルバムを発表し、瞳は君上にや、ブライト・アイズなどはイギリスで、 シングル第1位を獲得した。また、俳優として、ボクシングヘレナなど数本の映画に出演、詩集、スティルウォーターを出版。その他に、アメリカ大陸途方団を成し遂げ、ヨーロッパ大陸途方団に挑戦するなど、幅広く活動している。アイルランドダブリン公演1981年、ニューヨークのセントラルパークコンサートのため、 サイモンガーファンクルを再結成した。その公表を受けて、新しいアルバムの計画もあったが、サイモンによる新曲のテーマが、サイモン個人の状況に偏っていて二人で歌うには、不向きといった問題が持ち上がり、ガーファンクルとしてはそれでも、意欲的であったが結局破談となった。しかしながらその後も、再結成は行われ、2003年に、 オールドフレンズと題したアメリカやヨーロッパでのコンサートツアーを2009年には来日コンサートも行われた2010年頃生体麻痺を患いコンサートツアーの休止に追い込まれたがその後回復し音楽活動を続けている弟のジェローム・ガーファンクルは事務用プログラミング言語コボルの専門家でありコボルに関する著作の執筆や商務省の上級技術顧問や 複数のコボール標準化団体の委員を務めたことで知られる。ありがとうございます。